皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやすんです今回のテーマはこちらになります分かりにくい巻き込みサーブの出し方っていうのをちょっと皆さんに伝授しようかなと思いますのでよろしくお願いします ではですねえっと今回出すサーブの特徴なんですけど実はちょっとこれを聞いてがっかりするかもしれないんですけどブブブチチじじゃゃなないいいのサーブじゃないっていうとうころなんですねはいでこれ何でなのかっていうところなんですけど思いっきり切っても分かりやすかったらちょっと上手い人とやると回転に合わされて返ってきちゃうんですよね。 やっぱり切れば切るほどサーブの動きっていうのってちょっと分かりやすくなっちゃう部分があるんで今回はあえてそんなに切らないけどちょい上ちょい下っていうのが分かりにくくて例えば上を突っついたらピョーンと浮くで下をこう上だと思って合わせたらポトンと落ちるそういうようなサーブを出していこうかなと思,思いますのでえよろしくお願いしますえではその出し方ですね出し方を説明していきますえまず一つ目の、えー ポイント、えー、手順なんですけどラケットを巻き込む時きラケットをこう縦にしてください縦ですはいこういうイメージですね結構巻き込みサーブというとこうやってそのラケットヘッドを相手の方に向けるような形でこうやって出す方結構多いんですけど今回はラケットを縦にして出していきます、はい、で、えー、次はですね次の手順はこの縦にしたラケットを台の下にこう落とすようなフォーム こうですね。まイメージとしてはこの立った状態からボールのま自分から見てボールの向こう側をこう下に切り落とすようなイメージのフォームの巻き込みサーブを出していきます。まイメージとしてはこういうようなイメージで出していこうかなと思います。はい。で三つ目のポイントなんですけど思いっきり切らないというところですね。まそれは先ほど説明したんですけど思いっきり ガーンって切ろうとすると何やかんやばれやすくなっちゃうのでまずそれは NG ということを覚えておいてください。で、えー、とまあこれだけだったらまあただ巻き込みをこう縦に出しとるだけやん感じになっちゃうのでまあ上回転下回転の。 使い分け方かけ分けけけ方方です、ね、こちらはその回転の使い分け方なんですけどもう本当に簡単ですねもうフォームはもう同じで出しますもうフォーム完全に同,じの同じイメージで出しますでまず上回転を出す時から説明していくんですけどこのフォームでボールの向こう側をこう落とすようなイメージで触る瞬間にもうそのままポンって弾いちゃいますポンてて弾いてそのまま落とす。 まあもうイメージとしてはガンって弾くとあのんていうんですかね速くなっちゃいますので優しくポンって触るイメージで軽くこういうイメージですねはい優しくポンって弾いてやりますこのイメージですはいこれでもう瞬間で弾いてちょい上っていう感じになるんですねはい 縦に切り下ろしてるんで下になるんじゃないのって結構思われるんですけどもうこの時点でポンって弾き出してあとはただ振ってるだけっていうような状況ですはいなのであの本当に微量なんですがちょい上つっついたらポーンって上がっちゃうような上回転手にはなっているのでまずこの時点で結構つっついてくれる方多いんですね。 で、えー、次はもう本当に同じフォームなんですけどこの今の瞬間にキュッと瞬間でこの縦のこういう回転を入れてやるとちょい下が入りますまあちょっとやってみたいと思います、まあ、瞬間でこうやって切るようなイメージですね立てておいて瞬間で切るこういうようなイメージですね 久々。久々。ね、はい、見ていただいて、分かったかもしれないですけど、どっちもサーブがすごく遅くて。見た目には、結構同じような軌道で、ポコンポコンって飛んでいってるんですね。まあ、ちょっとしっかり練習して、実戦ではこう低く出せるようになったら、いいかなと思うんですけど。イメージとしては。 強く切る強く飛ばすっていうことはもうとりあえず置いときましょう置いといてもう遅くて上か下かなんとなく分からないようなサーブでレシーブミスとか浮いたレシーブを待つとかやっていただくってことですね。で実際私の知り合いにこういうサーブを武器にしてる方いるんですけどもう何のことはない。 ポンってて出してるだけけなんですけど結構ですね下回転出した時に相手が合わせてポトンって落ちるとかそういう光景よく見るんですねであのまあどうやって出してるのっていうことをちょっと教えていただいたらあのこれ強くはは切ってないんです実はとポンって触ってそれをみんながつっついたりとかそう同じフォームでちょっと回転を入れてあ上だと思って打ちに来て落とすとかもうそれを繰り返してるだけなんですっていうような話であなるほどなと。 その回転の上下をとにかく分かりにくくするだけでもうこれだけサービスエース量産したりチャンス量産したりできるんだということがえ分かりましたのでぜひ皆さんもやって欲しいと思いますありがとうございました動画のご視聴ありがとうございましたチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いしますこれからもためになる動画卓球が楽しくなる動画たくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いします 最後までご視聴ありがとうございました。